串形山は山梨県の赤石山脈の前衛本にあたる山。標高2052メートル。日本200名山の一つに選定されている。甲府盆地の西南側、富士川の西側に位置する。南北に長く丸い頂領部を持つ山陽は和串の形に似ており、山名もそれに由来するものと考えられる。富士川から2000メートルの頂上まで伸び上がる山陽は、 大きく、甲府盆地からは容易にその姿が望まれる。長梁には、北から唐松だけ、裸山、奥千住などの峰が3から4キロメートルにもわたって連なっており、比較的平坦な地形が広がっている。国土地理院の地形図で確認できる最高点は、長梁の南端に近い奥千住だが、その北5 0 0ルほどにあるピークが立っている。また、 池の茶屋林道終点にある登山案内図には、串形山山頂の標高が2053メートルと記されている。裸山の北には、あやめ平という湿地があり、串形山はこのあやめ平を中心に群生する、あやめの山として知られてきた。しかし、近年では、鹿の食害のため、あやめの数はかつてに比べて減ったと言われる。なお、鹿の食害だけでなく、 それ以外の要因も重なっているとする説もある。東側の藤川町から北尾根、中尾根、南尾根の登山道が付けられている。いずれも麓の集落から2時間半ほどで頂上部に達する。近年では池の茶屋林道を利用して車で山頂の南西側、標高1860メートル地点まで上がってから登る人も多い。ありがとうございます。